いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデルプジョー208ファーストセレクションを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、大きな傷やへこみはございません。新車に近いコンディションを保っております。外装色はビアンカホワイト、内装色はブラックファブリックシートを採用しております。こちらは240台限定のファーストセレクションのお車です。初めての輸入車、初めてのプジョー車をキーワードに、ベースモデルよりも快適装備が多く備わったエントリーモデルでございます。エンジンスペックは 1.2 リッター直列3気筒ターボチャージャーが搭載されており、最高出力は110馬力を発揮します。足元には純正15インチスチールホイールが装備されており、またタイヤの山に関しましては前後キューブ山程度となっております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクは手動での開閉となります。トランクスペースは縦横十分な広さを確保しております。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアの紹介です。インテリアは耐久性や通気性に優れたブラックファブリックシートを採用しております。ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングです。こちらのお車にはクルーズコントロールが装備されており、高速走行では快適なドライブをお楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックシフトを採用しており、ダイレクトな加速をお楽しみいただけます。続きまして後部座席の紹介です。後部座席に関しましても新車同様綺麗な状態を保っております。スペースもしっかりと確保されていますので、成人男性の方でもゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、おタバコの匂い等はいたしません。今回は2018年モデルプジョー208ファーストセレクションを紹介させていただきました。年式走行距離から見ましても新車と同様のコンディションを保っております。またプジョーが自信を持って発表したお買い得なエントリーモデルです。この機会にぜひ新しいプジョーの走りを感じていただければと思います。よろしくお願いいたします。